はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、よいしょ。今朝一番に昨日の夕方動画をアップしたこの乾燥機ね、これ湿度を取ってくれて、ここからね風が出てきて、あの衣類なんかもちゃんと乾くよっていう。いや、これね、昨日の夜にちょっと見た時にお水がこれぐらい溜まってたんだよね。昨日ね、数時間後、動画アップして数時間した時にここまでお水が溜まってたので、朝まで置いといたらどうなるかなと思ったんだけど、一応締め切っといたんだけども、お水はここまで溜まっていました。で、この部屋の中は暖かいです。あの春のポカポカ陽気みたいな感じになってます。で、これね、よく考えたんだけど、今風はね、あのこっから出てるんだけど、こう生ぬるい感じで出てるんだけど、この部屋の中の湿度がなんかちょうどいい感じで、でちょうど暖かい感じで保たれています。で、要はこの湿度ね、お任せになってます。なのでこれ、はい、とりあえず雨は降っていなかったんだけど、この5月の中旬の陽気で、でこれぐらい、これが 2.5 リッター溜まるので、だいたい1リッター以上はだいたいどれぐらいだろう、今朝7時過ぎなんで、十何時間ぐらいで、まあ、約1リッターちょっとぐらいは水を取ってくれたのかな、湿気を取ってくれたのかなっていう感じになります。で、もうある程度この中の湿気がその一定以上なくなったので、もう取るものがないっていう感じなんだね。ただ当然ながら、あの湿気がないから風も出てるし、あの洗濯物も乾くということなんだね。いや、これはすごい強力だね。これ弱でやってたんだよ、弱で。で、これもし、あの、弱中強の強でやってたら、もっと早かったかもしれないんだけど、一生以上の湿気がないとお水にならないからね、これね。だから締め切ってたので、今回、この状態なんだけど、これ、雨が降ってる時とか、あのね、梅雨時期に本格的に突入した時だったら、すごいことになるんだろうね。はい、それじゃあね、お水どれぐらいなのかちょっと見たいんだけど、ちょっとこれね、電源切ってクールダウンするのにちょっと時間かかるっぽいので、ちょっと待ちたいかな。電気は今全部消えてるんだけど、これブーンって消えるまでにちょっとかかります。まあ、ここはね、温風というほどではなく、こうほんの生ぬるい風がね出てるぐらいだね。で、クールダウンの運転なんだけど、まあ、一応風は結構出てるよね。電気は全部消えてます。ここの赤いとこだけ、こういうところもしっかりとしてるんだね。長持ちでちゃんと使えるように。まだまだ出てるね、長い間ずっと使ってたからね。で、このお水をしてるのに、これ動いてる時取っちゃっていいのかな、動いてる時は取ったらまずいのかな、大丈夫かな。あ、大丈夫そうだね。はい、こんな感じ。はい、お水がね、ここからポトンポトンポトンって押して、こっち側に溜まっていく構造になってます。じゃあこれね、見てみると、よいしょ。ほら。すごい溜まってる。ほら。で、これが満水になると止まるんだね、自動的に。これが浮きの代わりになってるから。今半分ぐらいまで、ほら、ちょっとこう下浮いてるよね。ほら。ね。
だから運転は止まらないで続いていたっていうことです。これが上まで上がると自動的に止まるんだね。うん。いやあ、お水がすごい。こんなにある。ねえ、まだ、今日のね、午後にならないと丸一日にならないけど、こんなに湿気が取れる。すごいね。びっくりだね。梅雨時に使うと、確かに、通常の、こういったタイプでも、まあ、かなり取れるんだけど、ね。だいたい2日3日ぐらいで2リッターぐらい取れるんだけど、いや、このパワーはすごいね。弱でこのパワーです。だ短時間で、急速に、バーってやったら、すごい短時間で湿気取れるんだろうね。で、あと、湿度が、ね、50%、60%ってあるけど、自動でもうそれ以上は、もう取れないってね、取らないってことになってるので、ここのところで止まってるんだけど、実際の梅雨時になったら短時間ですぐに溜まるんだろうね。うん、すごいね。そうすると、衣類乾燥なんか使う場合は、やっぱり横からの、チューブを使って、ね、排水口にこうパーンってやって使うとか、それか大きなバケツとかたらいを用意して、それでその横に置いてこう垂らすようにしておかないと、ここはすぐに溜まりそうな気がするね。だ排水口がある場所じゃないと使えないというよりも、その出てきたお水をちゃんと溜めるものさえ横に用意しておけばどこでも使えるということになります。これがね、はい、それではね、ちょっとこのお水を捨ててまた再セットしたいと思います。いや、今回すごいパワーがあるなっていうのは実感しました。めちゃめちゃすごい、やっぱりね。はい、今ちょうど終わったので自動で蓋が閉まるところです。はい、だいたいどれぐらいだろう、クールダウンの運転 2,3 分ぐらいやってたのかな。それで自然にパーンって閉まったんでね。うん、これはもう電源がオフの状態なんで、ね、すごいかっこいい近代的って感じがします。はい、朝一番の報告でしたね。これ昨日商品紹介してるんだけど、全体的な内容を知りたいという方は、今ね、どっかこの辺りに出てるか、このビックリマーク引っかかったのを押してもらえばね、ピョってこう出てくるんで、昨日作った動画を見てみてください。はい、とりあえずね、中時期にまだ突入はしてないんだけども、通常の晴れた日に使ったらどれぐらい湿気が取れるのかという検証でした。弱編でした。ね、弱、中、強で弱を使ってみたら、こんなに取れましたよっていう報告でした。部屋の中は本当にあったかい。ね。なんでこういうオーディオなんかがかびる心配は本当ないね。やっぱりこういうアイテムって必要だよね。はい、以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ見てね。